去年9月のアジア大会でカメラを盗んだとして略式起訴された水泳の富田直也選手の裁判が韓国で行われ、当時の防犯カメラの映像が公開されました。映像には男が記者席に一人きりでおよそ8分間座った後、辺りを見回し黒いものをバッグに入れて持ち去る姿が映っていました。映像は不鮮明で富田選手と断定できない状況でしたが、検察側は 日本選手団が富田選手だと確認したと改めて主張しました。一方、富田選手はこれまでアジア系の男に。カメラを無理やりバッグに入れられたと主張していましたが。映っていたのは一人だけでした。いや、誰か。本当に。何人かも。男か女かも。わかんないです。富田選手側は映像は犯行があった時間帯に撮影されたものではないとして。 徹底的に争う構えです。